顔が不細工な人は結婚できないと信じていたこと。私の母は今思えば毒が入っている人で、小さな頃から結婚するためには顔が良くて当たり前、その上で性格が良かったり経済力があったり魅力のある人だけが結婚できる、不細工は絶対に結婚できないと言い聞かされていて、私もそう思い込んでいた。美人でない友人には、ああこの子は結婚できないんだなと内心思っていたけれど、美人でも性格が悪ければ結婚できないと思っていたので、そんなことはお首にも出さなかった。友人の親などで美形でなくても結婚している人は当然いるのだけれど、母に聞くと、そういう人は昔は美人だったの、そして美人な時に結婚できれば問題ないの、老けて美人で亡くなってしまう分には問題ないのよと言われ、そう信じた。そしてそんな思い込みがあったので私は面食いに育った。顔が男性を判断する入り口で、顔が美形であって初めて内面に関心が持てるという順番だった。夫ははっきり言って不細工だと思うけれど、縁あっていろいろと話をするうちにその内面の魅力に惹かれてしまった。でもやっぱり美形でなければダメという思い込みがあるから心底悩んだ。不細工に惹かれてしまう私はおかしいのではないか、内面が良くても不細工と結婚することは異常なのではないかと。結局悩んだ末に、あなたの内面が大好きですと自分から告白した。夫は、僕もです、見た目は野獣ですがいいですかと聞いてきた。もちろんと答えた。その後順調に交際を続け結婚。ちなみに母は交際中に亡くなった。そして自分がそうであったように、多くの人が内面で結婚相手を選んでいるのだと知った。過去の話とはいえ、顔が良くないと結婚できないなんて思っていたこと、友人にこの人は結婚できないだろう、かわいそうと思っていたことは墓場まで持っていく。